こんにちは、コミーです。今日はこちら、早速このプーリムの針を使ってみたいと思いまして、どの糸にしようかなと思ったんだけど、ちょっと太めの糸にしてみようということで、のび太のこれごめんなさい、読み方とかよくわかりませんが、9から15となっている、前回クレイジートリオで編んだ糸と同じ太さかなと思います。クレイジートリオは 3.75 なので、これ3ミリだからクレイジートリオの時とはまた目数が違ってくるとは思うんですけど、ちょっとこれで編むとどうなるのかなっていうのをやってみたいと思います。そんで、ほどく可能性ももちろんあるんですけど、針のこう使い心地っていうのもちょっと確認していけたらなというふうに、これどうする感じでしょうか。こうがっつり白なんですけど、この白からネイビーに行くところで挟んでやろうかな。一応ね、両足編むという手で合わせていきたいと思います。こういうのを開けるのがとても下手になりました。ここにね、穴に通してあるから、上からスルスルって針を引っ張り出すことはできません、もし購入された場合。うわー、下から下からかな。開けるときに注意してください。こんな汚い開け方の人いないかもしれないけど、かぎ針もこのね、これもこちらの針、昨日に引き続き、昨日じゃないかもしれないけど、ケイト屋さんのご提供の針でございます。プリム、三角ショールの時に提供いただいたかぎ針もありますね。で、こういう模様っていうのかな、は一箇所だけについています。一箇所だけについています。で、つなぎ目がこういう感じになっています。ちょっとこれ編んでみないとわかんないですね。で、先がちょっとこの特徴があるやつですよね。ちょっととんがっちゃいますけど、この先がちょっとぷくっとしている感じ、これわかるのかな。編みながら、これもちょっと長めなんですかね、この針の部分が。かぎ針もね、長めでしたもんね。で、この目の数をね、クレイジートリオでやった時は10目だったんですけど、それよりは多くした方がいいかなと思っているところですが、12目でやってみたいと思います。これはほどくかもしれないという体でね、ちょっとやってみたいと思います。わからないので、一応サイズとしては自分のサイズでやってみようかなと思います。自分のというか24センチぐらい、レディースの感じで、この太い糸ということもあるので、靴が履けないようなちょっと厚みのあるヘア履きになる可能性もあるかなと思いながらですけどね。
いや、なんか不思議だな。ちょっと不思議です。コードがね、不思議じゃん、何もわかんねえ。コードはね、しなやか、柔らかいです。柔らかい。で、この表面が、ちょっと、なんていうのかな。ザラッとしてる。いや、このザラっていう言い方はすごい、あんまりいいような聞こえ方はしてないですね。ザラッとっていうのは何て言えばいいのかな。今まで持ってるコードがつるっていう感じっていうのは、それは伝わりますかね。つるっていう。ちょっと待ってくださいね。言葉を探しています。つるが今までの針です。で、これは、こうちょっと触り心地ではありません。イメージとしてこう曇りガラスみたいな、普通のガラスが透明でツルツルなイメージだとすると、このコードのこう質感みたいなものが、こう曇りガラス的な、ちょっとそのツルじゃない、艶消し的な、そういう感じがあります。難しいです、非常に。伝えるということが。まあでも、ちょっと触った感じが違うよっていうことは伝わりますよね。針は軽いです。これはもう軽いっていうのは、かぎ針もそうですけどね。軽いっていうふうに言われていて、それはもう軽いです。とても軽いです。これって見た目でわかんのかな？シワに焦点が寄っちゃうな。ちょっとなんかザラって感じ映ります？表面がツルツルじゃない感じ映ってるといいな。このコードの質感にもかなり個性的な感じがあります。で、針自身のこの素材もないですよね、他と違う。いや、これはいいですね。まだこんだけしか編んでないのにいいです。すごく軽い。で、この先っちょが不思議だな。ぷくっとしてますよね、ちょびっとだけ。こうやって話してみるとわかるか。ちょっとぷくっとしてんのわかります？だけど別に先っちょが丸いわけではないんですよね。先端が丸いわけではない。で、これ滑りいいです。でもね、金属みたいな無駄に滑らないっていうのかな。いや、金属を無駄に滑るっていう言い方はちょっと良くないかもしれないけど、思わぬところで不意に滑ってしまう金属っていうイメージが、金属っていう感じが私はしてるんだけど、これは不用意には滑らないけど、こう滑らそうとするときすごくよく滑る。これもすいません、私個人の感想です。だから好き勝手にちょっと言わせてもらってますけど、その滑りやすさがあります。だからこれも、いや、ザラザラってわけじゃないんだよな。こう例え話で言って、こう、うまい具合に想像していただけるとすごく嬉しいですけど、乾いてるっていう感じ。冬になると手が乾いてきますよね。そうするとこの紙をめくる時とか、お札を一枚取りたい時とか、そういう時にスルッてなっちゃいますよね。
そんなイメージって言ったらいいのかしら。滑る。そういうニュアンスを感じさせるこの針。私的にはすごい上手い表現をしているような気はするんですけど、これもでも感じ方が違うからね、もちろん編まれた方はどういう風な印象を持つかっていうのはまあそれぞれだと思うんですけど、私が編んでみて今感じているのはそういう感じです。でこれね、これが一番小さいサイズっていう風にちょっと私伺ったと思うんですよね。1号なり2号なりみたいな、この靴下を編むのに細めのサイズがあればと思ったんだけれども、これが一番細いサイズという風におっしゃっていたと思うんですよ。だからそうね、ちょっと今回は太いので編んでみたんですけど、細い針で編んだらどの大きさになるのかっていうのもちょっと気になりますね。そこもちょっとやってみたいと思いますけど、ちょっと飲み物いきます。今日の蓋付きマグカップ、はいはい、水です。これもアディのノベルと一緒で回らない針ということで、この引っ張り出すときにコードのねじれを取らないとクリンクリンになっちゃうやつですね。いやーこれ、あ、ノベルと入ってみようか。ベルと長さを比べてみましょう。こんな長さです、長いです。だから、針の長さは好みですよね。手の大きさとか、短いのが好きな方もいらっしゃるし、長いのが好きな方もいらっしゃるし、好みですね。だから長めが好きな方はとても興味を持つ感じでしょうか。いやー軽いわで、だからね、このジュディ式のつま先なんですけど、この、特に左側、増し目をするとき、左側の増し目をするときがちょっとやりにくいっていうのかな、針こう糸をすくうときにちょっと取りにくいっていうのがあると思うんだけど、この滑りがいいからだと思いますね。針が入りやすい、編み目にすくうところに。へー。で、これなんだっけ、人間工学に基づいたとかっていう、かぎ針もそんな風に、だから疲れない設計という風になっているわけですよね。なんかこの重さもそういう風に考えられてるのかな。で、これもかぎ針と一緒で、針が白いっていうのが、私たち世代、いわゆる老眼というやつをお持ちの方にとってはすごく、目に優しいんだと思います。かぎ針の時もね、すごくそれを感じてるんですけど、これ特にこのね、ネイビーのところ、黒っぽい糸だから、余計にそんなことをこう感じやすいかもしれないですね。いやー、だからこれもしかしてね、その1号とかあったらいいなーってすごい思いますね。だからこの3ミリ、3.0ミリで、これちょっと太めだけど、
そのソックヤーンの一般的な太さのものを編んでどんな感じなのかっていうのもね、気になりますね。ちょっとゲージなりとってその目数を調整していかなきゃいけないと思うけど、まあこのつま先から編むやつだったらこう編み進めていってね、あの足に合わせてとか、あの前に編んだ靴下に合わせてとかっていう風にできるから多分大丈夫ですよね。あ、ちょっとこれは驚きな感触でした。想像してたのと違いました。あのかぎ針をこのプリム、もうどうしても最初に私を間違えて覚えちゃったから間違えそうになっちゃう。あのもっとここがねツルツルなあのかぎ針のイメージをちょっと持っていたんですけど、だからこうツルツルだとなんか毛糸との相性がっていうか、なんか滑らないとかなんかそんなのもあんのかなと思ったんだけど、うん、思ってた肌触りとちょっと違うんです。で軽いのは軽いでよく滑る。でこのぷくってしてるのが、どう編みやすさとかにこう影響しているのかはちょっとまだわからないです。このぷく、まあ、まっすぐじゃなくこうスムーズに尖ってるわけじゃなく、ここがぷくってしていることの意味がまだ今編んでいてはわからないんだけど、でも先がそんなにとんがってなくても、あのノベルと一緒かな、滑りやすいということで編み目のところに入りやすいっていうのはあります。そしてコードがしなやかで、このサラサラ感、ザラザラっていうとすごい嫌な聞こえ方なんだけど、ちょっと質感が違うっていうところがあって、だからでこのつなぎ部分のところの、まあこの太い糸だからっていうのもあるかもしれないけど、ここを通す時のストレスはないに近いです。ここ引っかかる感じがない。うん、いやーこれはちょっと使ってみないと分かんなかったわ。ということでちょっとまだつま先ですが、これちょっと大きさとか合わせて目数考えて、まあ、これも靴下編みのライブで編んでいきたいと思いますので、まだ先っちょの部分だからね、あの針の使い心地とかも今後あのライブ配信とかでシェアしていきたいと思います。はい、ということで今日はまた靴下編みかのび太で、プリムの針を使って靴下を編み始めました。おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。